です。誰ですか？母上様ですか？好奇。こんな時間にどうかしたですか？好奇、眠れないですか？はいです。サンディも眠れなかったとこです。好奇とお話です。廊下じゃ寒いです。部屋に入ってお話しするです。好奇、家族や友達のことを思い出してたです。みんな晩ご飯ちゃんと食べられてるかな？ゆっくり眠ることできてるかな？今サンディとても幸せです。ご飯もたくさん食べられて、でも国のみんなは大変で、きっとご飯もちゃんと食べれてない思うです。なんだかサンディだけが安全でみんなに悪い気がして寂しくて、それでサンディつい泣いてしまって、そしたら母上様が、締めてくれて、膝枕してくれて、大丈夫だよって言ってくれたです。なんだかとても安心して、そのまま眠っちゃったです。好奇の母上様、とっても優しいです。それに好奇も、好奇もサンディのこと心配してくれて嬉しいです。話し相手になってくれるだけでもサンディすっごく嬉しいです。ここにはボエスしか友達がいないから。
休みです。ごきん。です。休みだから今日はみんな一緒です。なんで私の顔を見て扉を閉めるのかな？ん？まったく失礼しちゃうわね。わざわざこうちゃんとこ遊びに来てあげたのに。いつまでそうしてるつもり？さっさと出てきな。こちらから行ってもいいんだよ。もうサンディさんに会いに来たのよ。そういうこと、会わせるって言っときながら声をかけてくれないからね。こっちから会いに来たってわけ。迷惑だった？今しがたまで寝てたんだろ。締まりのない顔、迷惑なわけないって。それじゃあ迷惑なの？また今度出直してこようか。だったらとやかく言わない。男ははっきりする。それでサンディさんの都合はどう？いきなりだけど大丈夫？
んだよ、そのシアン顔。私たちがサンディに何かするとでも。大丈夫よ、私たちサンディさんとお友達になりに来ただけだから。はい。ねえねえ、ほうちゃんの家に上がるの久しぶりだね。なあコウキ、私たちは客人だよ。スリッパぐらい出しなさい。スリッパならここにあるよ。はい、どうぞ。ありがとう、カネ。子供の頃は毎日遊びに来てたからね。お邪魔します。失礼します。ご無沙汰してます、おばさん。こんにちは。お邪魔しております。また、アユの方にも来てください、おばさま。あなたがサンディさんね。よろしく。私はお隣アカネ。はじめまして。私はアユセ京子と申します。はじめましてです。サンディア・クロイフォント・テル・アビ・エリメリク・アントランティスタ・ゲンテロフ・プロイム・ヤホ・テラス・ルフ・ルフ・キャオラ・アルフ・アマリクです。前なのね。ごめんね、すぐに覚えられそうにないの。面目ないわ。ううん、大丈夫です。サンディって呼んでくださいです。あのね、コウキも全然覚えてないんです。しましょうね、サンディさん。はいです。サンディさんは日本の料理で何が好き？何でも好きです。でも一番好きなのはうな丼です。うな丼ですか。外国の方はあまり好まれないかと思ったけど。日本に来て初めて食べたんです。とっても美味しかったです。それはちょっと作れないかな。うなぎをさばくのは職人技。あれは日本の伝統技術を食すると言ってもいいわよね。そうなんですか。うな丼ってすっ
っごい料理だったんですね。ねえ、サンディさんはデザートとか好き？クッキーとか。はいです。デザートもクッキーも好きです。コウキ、せっかく遠い国から来てくれたのに失礼じゃないか。あのね、私お菓子作りが得意なの。今度ケーキ焼いてもいい？私も茜の作るお菓子には目がない。プロ顔負けの腕だから。そうなんですか？ぜひ焼いてほしいです、茜さん。分かった。上手に焼けたら届けに来るね。はいです。とっても楽しみです。あかね、よかったら私の分も焼いておいてくれない？うん、いいよ。京子ちゃんの分も焼いてあげる。ありがとう。楽しみにしている。ところでサンディは武道とかの経験はあるかな？あれ、どうしたの、こうちゃん。それじゃあプリンも作ってあげるね。武道？ではでは、京子さんはお侍さんですか？私が侍？サンディはどうしてそう思われたのだ？日本の武道をする人はお侍さんなんですよね。テレビで見たです。そういえば、京子ちゃんって子供の頃からやってるよね。かっこいいし似合ってるけど。照れるじゃないか、アカネ。私は武道を心得てるから、常に礼節を重んじているのですよ。あ、それわかるです。京子さんは武士道です。おお、サンディは武士道まで知っているんですか？はいです。武士道は親分に絶対忠実で仁義なんです。こうちゃん、サンディさんに何教えてるのよ。それは少し間違ってるよ。今度、私が本当の武士道をお教えしましょう。はいです。約束ですよ、京子さん。ええ、二言はございません。とても楽しかったわ。またお話しましょうね、サンディさん。今度はぜひ我が家へも来てください、サンディ。うんうん、ありがとうです、アカネさん、キョウコさん。気にすることないって。私も友達が増えるのは嬉しいもん。そうそう、人と人のつながりは大切にしないと。はいです。あかねさんと京子さんはお友達です。それじゃあまたね、サンディさん。さよなら。
今日はこれでおいとまします。また来てくださいです、あかねさん、ようこさん。みんな大丈夫なの？サンディ、心配でたまらないです。せめてみんなの安否だけでも知りたいです。わからないです。みんな無事でいて、こうちゃん、昨日は急にごめんね。どうしたんだ？今日はやけに沈んでるな。何か心配事？私を甘く見ないでよね。ふぬけてるのか落ち込んでるのかぐらい区別つくわ。
幼馴染を名乗るのならそれぐらい分かってやらねば。そうだよね。それでどうしたの、こうちゃん。何か心配なことがあるの？気兼ねなく話して。私たちで力になれるなら協力するわ。ねえ、どうしたの、こうちゃん。急に黙り込んじゃって。話したくないのなら無理にとは言わないけど。どうしたんだ、大丈夫？なに、それがこうちゃんの悩み？最新で詳細なニュースが必要なの？新聞やテレビじゃダメなの？何かのニュースを詳しく知りたいんだ。さて、私には見当もつかないな。テレビもほとんど見ないから。あのさ、こうちゃん、それだったらインターネットがいいんじゃない？うん、横文字関係はますます苦手。ここは茜にお任せだわ。今度京子ちゃんにも教えてあげるわよ。あら、だったら学校で見ればいいのよ。そのための PC 教室でしょ。ひとまずこうちゃんの悩みは解決したのかな。